えー、こんにちは。そっか区の久保でございます。あの、一個建てを持っていると、様々な不要品がいつの間にか溜まっちゃうんですよね。まあ、例えば、使っていたソファーとか、使っていた、まあ、ダンベルとかね、うん、な、筋トレグッズとかね、ああいうのがあって、あ,あもう使わなくなっちゃったけども、まあ、そのうち粗大ゴミに出そうかなと思って、家のスミックに置いとくんですよ。で、それが溜まっちゃってね、あちこちで衣類とか、 中古のパソコンとか、それから車のタイヤとかがね、結局、廃品回収に出せずにそのまま残っちゃうとか、そもそもいつ出せばいいのかわからないし、こんな複雑ゴミ出さなくっちゃいけないのかなとかね、出したらまずいんじゃないかなとか、なんかリサイクル料金どのぐらいかかるんだろうかみたいなことを考えちゃって、出しとびれることってあると思うんですよ。まあ、そこでインターネットで調べて、不要品回収の業者さんに来てもらってね、 トラック一杯2万円ですよとか3万円ですよみたいなことで見積もってもらうんですけども、実際に積み込んでもらった後で、法外な価格を請求されることってあると思うんですよ。それが怖くって連絡できないって方もいると思います。まあ、そこでですね、今回ね、こういうふうな不要品回収を、一番いいのは口コミで知り合いの方に知り合いの業者を紹介してもらうって形なんですけども、それがなかなか難しい方にはね、こういった方法でまずは、 あ、危険回避をしてもらおうと思いまして、二つの方法を紹介します。一つはですね、荷物を積み込んでもらうたんびに、最初に聞いていた料金で間違いないですよねっていうふうに、いちいち確認することなんですよ。ね。業者さんがトラックに荷物を積んでいきます。不要品を、そして粗大ゴミをどんどん積んでいくでしょその時に、あのすいません、最初に2万円って聞いてたんですけども、2万円で間違いないんですよねってことで、何回も聞いてください。 それで、イライラして、あの、しつこいよ、お客さん、っていうぐらいだったら、もう契約しなくていいですよね。で、実際に積み込んだ後に、違う料金を言われたらね、もちろん、一杯2万円ですよって言ったものに対して、すいません、2万5千円ぐらいになりますぐらいはあると思うんですよ、そのぐらいの誤差は。でもね、5万ですとか、10万ですって言われたら、次の方法を取ってください。あれ最初の料金とずいぶん違うじゃないですか。 あ、いいです。もう全部おろしてください。持ってってもらわなくていいです。仕事はお断りします。っていう風にお話しください。この二つの方法がもし使えるんだったら業者さんをインターネットなどで検索したり、ポスティングにあるね、そういったチラシに連絡してもよろしいかと思います。でもなかなかね、実際に業者さんに来てもらって違う料金言われても最初の料金と違いますよねって言いにくかったり、 仕事はいいんでもうね、今日はお願いしませんから帰ってください。にもそろしてくださいって言いにくいと思うんですよ。ね。業者さんの面構面もありますし。ですので今回はね、私の方から責任ある業者さん、責任を持っていただける業者さんの紹介もさせていただきます。それがこちらです。はい、ちょっとチラシを見ていただきたいんですけども、これはね、直接私も、取引があって知り合いの、 え、業者さんなんですけども、これ、えっ、ー、と、不要品、家電、古新聞、鉄くず回収のお知らせって書いてますよね。こちらでしたら大丈夫です。えー、電話番号も下に書いてますし、まあなんせね、この、一番下の方に、川原企画の川原さんっていうのは、ホームページの URL もありますけども、あの、YouTube もされてるんでね、 まさに顔と名前を晒してやっていただきます。プラス、この私が、この方は大丈夫ですよって言ってますんで、あの、ご相談からね、ご電話いただければよろしいんじゃないかなと思います。もちろん、地域によってはちょっと伺えないところとかね、出張料金がかかるところもありますので、えー、まあ、気に入っていただいてもね、みんながみんな、この川原企画の川原さんにお願いできるかどうかわかりませんけども、まあ、あの、事務所がね、三重県の方にありますので、 あ近くだなと思ったらお気軽にまあ、見積もりからねお願いしてみてもいいと思いますしあの直接お仕事をお願いできなくてもあのかな金原さんとねお知り合いになることによってご縁が広がっていくことってあると思うんですよまあ、なんせユーチューバーの方ですからねうん。頼りにしていただいてもいいんじゃないでしょうかはいじゃあ今回は以上でございます